南馬作野進南馬作野進大正14年5月25日は日本の実業家、政治家。1923年の虎ノ門事件で死刑となった南馬大輔は4男。慶応元年巣王国に生まれる南馬一蔵の長男。備中清水氏の光栄であり、地元では有名な名家であった。幼い頃から尊老思想を強く受け、 子供たちにも厳しく教えてきたという。スオ村の村長、県会議員などを経て、傍聴のお銀行取締役となる。1920年、第14回衆議院議員総選挙に山口パックから出馬し、立憲声優会の加納倉蔵らを破って、衆議院議員に当選。更新クラブに所属する。この頃から、4男。 大介の共産主義思想への傾倒が激しくなり、たびたび激しい論争をするようになる。1923年12月27日、大介が虎の門において、皇太子、摂政宮、広人親王を狙撃するという事件を起こす。銃弾は、外れ、皇太子は難を逃れるが、作の心は、即日衆議院議員の辞表を提出し、同月28日に辞職が許可された。 地元へ帰り披去した。須オ村の村民は、南馬家を見れば、目が汚れる、と周りに高い土手を築いたと言われる。また、南馬家は、毛利照元から配慮したとされる刀と勘定などの文化財を多数所蔵していたが、持ち主のわかるものについてはすべて返還している。大助は1924年11月15日に、死刑を執行された。作野シは、 遺体の引き取りを拒み、自邸の門に青竹を打ちすべての刀張り金でくくって、三上間に閉じこもり職を断ったという。その後、約半年後に芽死した。61歳没。選挙の地盤は後に松岡洋介が引き継いだ。南馬家の屋敷は2015年現在も講子建の具、河内に存在するが、長らく住人はおらず、南馬家は事実上断絶している。 屋敷そばに、南馬家の墓地があり、作の神羅も葬られているが、墓碑に大助の名はない。屋敷の土蔵である、高山文庫跡は、先祖の南馬丹安が1883年に開設した文庫であり、1906年には一般開放し、私立図書館となった。山口県初の図書館として1976年、公私指定史跡となっている。 しかし整備はされておらず、解説版は建てられているが常駐の管理人等はいない。土蔵は王子の姿をかろうじて止めているものの、屋敷全体の廃墟化が進んでおり、母屋は荒れ果て、板塀は倒壊、庭は自然に帰りつつあるなど状態は悪い。高山文庫の変額は三条耳、その下方に位置する行行の額は、萩藩士もおり玄徳の筆である。なお、 高山文庫急蔵書はすべて山口県立図書館、ついで山口県文書館に移され、1980年には孔子文化センターに帰宅された、南馬邸、南馬大輔ありがとうございます。